12月16日、松山市川中町の日浦小学校でプロスポーツ選手と交流するスクールキャラバンが行われました。これは今年3月に地域活性化に関する連携協定を締結した公益社団法人松山青年会議所とチーム愛媛が、コロナ禍でも児童がスポーツの楽しさを体感できることを目的に開催したもので、今年で7回目です。今回は松山市立日浦小学校の全校児童およそ40人がサッカー、野球、バスケットボールの3種目すべてをプロスポーツ選手と一緒に楽しみました。チーム3つの種類がなかなか一堂に会してキャラバンするってことはないんですけど、ぜひですね、子どもたちに原体験の機会というのを与えたいなというところで、始めさせていただきました。でまたこれをすることでですね、興味を持った子どもたちが、プロの試合を見に行く、そんなことにもつながればいいなと思って、企画をさせていただきました。そうですね、やっぱり体を動かすことっていうのは大事なことですし、スポーツっていろんな力を持ってると思います。まあ、たまたま今年なんかオリンピックもありましたけれども、とにかくですね、いろんなことを経験していただくことで絶対将来に役に立つと思いますので、もう何でも吸収して、少しでも何か将来に役立てていただけたらと思ってます。はい、まあ、本当に寒い中ではあったんですけど、こういったなかなかプロチームの方がここまで集まってっていうこともなかなかないと思うので、まあ、そういった中で元気にみんなが楽しくやってくれたのならよかったのかなと思います。そうですね、本当に今、小学校だったり小さなお子さん の運動能力っていうのがなかなか、高くないっていうところがやっぱり問題視されているので、そういったところでやっぱり外で元気に遊んでもらうっていうのを、まあ、なかなか時代的にちょっと厳しいところもあるとは思うんですけど、まあ、外でみんなと仲良く友達と遊んでもらうっていうのを習慣づけてくれればいいのかなと思います。プロの方とその試合などをあまりしたことがなくて、その初めての経験だったんですけど、選手の皆さんがとても気さくに話しかけてくださってとても楽しくできました。最近運動などをあまりしていないなと思っていたのでよかったです。プロの選手と一緒にそのスポーツや、まあ、サッカーやバスケ、野球などができて、すごい得をしたなと思います。このような経験があまりなかったのでとても嬉しかったです。この経験を生かして頑張ります。サッカーは3年生の時にちょっとやってたんですが、あまりパスとかもできなかったので、そういうところも体験できてよかったです。3つともその競技のルールがよく分かんなかったけれど、ちょっとルール知れたし、こうすごく勉強になったと思います。ありがとうございました。プロスポーツ選手と交流したことで児童たちにとって思い出に残る活動となったようです。